とてもですね、致命的になることがあるんですね。今日はですね、私がね、この人生の中で最も後悔している治療の一つに、肝斑を悪化させてしまったフォトフェイシャルっていう治療があるんですね。基本フォトフェイシャルっていうのは、肌のトーンをアップさせて、代謝を促進させて、シミなんかとても綺麗になりますよね。フォトフェイシャル、肝斑がなければすごくいいと思います。でも、肝斑がある人にとっては、とてもですね、致命的になることがあるんですね。肝斑パッと見すごくあるっていうならすぐ分かりますけど、実は肝斑って肌の奥の方に潜んでる、まだ表面化してきてないっていう、そういった状態のことってあるんです。その時が分からないと、フォトを当てることによってそれが表面化してきてしまう、もしくは色が濃くなってきてしまうっていう、そういった側面を持っています。これ、私フォトをやりだしたのは20年ぐらいも前の話だから、本当に走りの頃だったんですね。フォトフェイシャルが何も分からず飛びついてしまったその頃は、フォトを当てたら肝斑が悪化するっていうことも正直知られてなかったんですね。まだまだ新しい施術だったから、今でこそ肝斑にフォトが禁忌ですって言ってくれるお医者様が多いんですけど、もちろん多いんですけど、でもその当時はそうじゃなかったことによって、私は肝斑がここに焼き付いてしまってね、なんとなくここら辺にちょっとくまモンみたいなですね、焼け付いたようなシミが残ってしまったっていうですね、そういうものがあるんですね。昔はもっとひどかったですよ。こうデモン小暮閣下みたいなってます、ここのところ。今はですね、それでもここちょっとだけこういう風にやっぱあるなーっていう、何やっても消えないなーっていうのがあります。それが昔のことだからしょうがないと思いきや、実際未だに私がそのフォトと肝斑の話をしてる YouTube 過去に何回か出してるんですけど、過去動画にコメントが入ってくるんですね。つい先日も入ってきたんですね。 IPL 治療で若くなってしまいましたとか、フォトフェイシャルで肝斑私も濃くなってしまいましたっていうようなお声。それが最近のことだとすれば、もしかしたらまだちゃんと言ってくれないお医者様もいるのかなとか、もしくはその赤くなった後っていうのが速やかに鎮静をかけなければですよ、炎症後色素沈着っていうね、最も肝斑に悪影響を及ぼすっていう、この炎症っていう、そういうキーワードが出てきて、その炎症後色素沈着っていう形になって残ってしまう、でもしくは肝斑が浮上してきてしまうっていうね、ことがあります。まずは、もし自分に肝斑があるのかもしれないなって思った時に、見極め方ですよね。普通のシミと肝斑ってどう違うんだろうっていうことで、それをまずお伝えして、それがあった場合はどうしたらいいのかなっていう、そういう対策方法もお伝えさせていただきたいと思います。まず肝斑ってできる原因っていうのはね、これだってはっきり決まってないって言われています。ただできる時期っていうのかな、20代の子とかにはあんまりない、さらには55歳を過ぎてからものすごく濃くなってくるってこともない。何かできる年代がだいたい30代の後半から40がピーク、50のまたぐ頃ぐらいがこのぐらいの年齢なんですね。あと低用量ピルを飲んでいらっしゃる方とか、私ね、実は出産時すっごい大変だったんですね、長女の時。その時に一夜にして肝斑ボーッと出たって、私の母親の話ですよ。誰かわからなかったぐらい顔が黒くなって出てきたって、出産室から18時間ぐらいかな、出産にかかったんですけど、肝斑が濃くなったんですね。力んだからかもしれないんですけど、そういったこともあって、その後それの時はまだ若かったから一旦治ったんですけどね、そういうこともあって、いろいろ言われてるのは女性ホルモンが影響してるんじゃないかっていうことが一つ。あと摩擦とか刺激とか炎症、そういうものをねが加わると濃くなるっていうことがまず一つ。あと表だけからのものだけの刺激じゃなくて、実は肝斑って内なるものですね。体の中から変化が起こっているものなんですよね。それも分かっています。ただ一つに決められないから、複合的肝斑イコールこれっていう A イコール B っていう図式でもって治療が進まないんですね。ちょっと難しいんです。肝斑ってとっても難しい。気をつけていけば限りなく薄くしていくことができるんですけど、ゼロにはならないって言われてます。あとちょっと対策を間違うと、どんどんと濃くなっていってしまいます。濃くなったところに挙句にその外科的な治療、要するにそのフォトみたいなものを、光治療みたいなのをかませてしまうと、もう焼き付いたようになっちゃうんですね。ここが一番怖いんですよね。それをね、ちょっとまたお伝えしていきますね。はい、肝斑どんなものっていうと、ポンってね、丸いシミとかじゃないんですね。ポンってできれたものではない。ふわーっとと、なんかここ黒いよねっていうぐらいのもやっとしたものです。境界線がはっきりしない、もやっとここら辺が黒い。頬の両翼とかおひげのようにここら辺にもできる人がいます。ここも肝斑の後発部位って言われています。ここ、あとね、こことか額でもね、やっぱりこういうふうに両翼にピッとかピタッとか、こういう感じで蝶々みたいな感じとか、こういう感じでね出てきます、肝斑って。不思議なことにこの目の周りの骨、頬骨の内側には色素入ってこないんですよ。頬骨のこの際ですね、この際に沿って色がつくんですね。不思議なんですよね。あと大きさはまちまちだったにしても左右対称だったり、ここもですね、こういう感じでなってくる。これが普通の日光でできたシミとは大きく違うとこですね。日光でできたシミっていうのはボンってボンっていう風に境界線がはっきりしてて丸いですよね。で左右対称では絶対にないですよね。左右対称っていうことともわっとしてる、こういうのが見分けるポイントになってきます。これをよーく観察して、そうだったらば肝斑の可能性が超あります。いきなりレーザートーニングとかしてもここは効いてこないんです。もしやるんだとすれば、肝斑の専用のレーザーを持ってる病院に行く、メドライトとか肝斑専用チップみたいなものね、同じ光でもレーザーでもそういうのがあるんですよね。そういうのを持っている病院、簡単に言うけどものすごくみんな一つ一つが高いから、全部の病院がそれを備えているとは言い難いですね。調べていった方がいいと思います。間違ってもエステサロンとか、病院でもそうですけれども、光系のフォトみたいなフォトフェイシャル的なものは受けないことがね、大事ですよね。じゃあ肝斑見つけてしまったという場合、肝斑を見つけてしまったらさあどうするんだろう。まず1つ目の治療っていうのは内服がありますね。トランシーノみたいなもの飲んでみるっていうのも一つの手です。肝斑は内側から炎症が、刺激が起こってくるっていうことによってもなるんですよね。体の中からのトランスアミンっていうね、そういったお薬もありますので、それを飲むっていうのも一つの手です。トランスアミンの他にビタミン C とかビタミン E も一緒に飲むとすごくいいです。例えばお病院にで薬を処方される場合、肝斑治療薬ってトランサミン、トランシーノのことですね。トランサミンの他にユベラ、これはビタミン E のことです。シナール、ビタミン C のことです。このユベラとビタミン C、 あとエルシスティンみたいなもの、そういうものを一緒になって3、4種類肝斑治療薬として処方されることが多いですね。その理由としてはやっぱり C と E とね、トランサミンとが協力して体の中から働きかけるっていう。ただしこれだけで効かない場合が多いです。その内服っていうのも併用しつつ、顔の上からつけるものとしては、一つにはビタミン C のような色素還元効果のあるもの、ハイドロキノンが使える人はハイドロキノン、これハイドロキノンも色素の還元効果がありますよね。色素を薄くしていく効果。それとか塗る方のトランサミンっていうのもあります。塗る方のトランサミンっていうのはね、またビタミン C とはシミに対するアプローチの仕方が違うんですね。ビタミン C は最初使っていただいて大丈夫だと思います。手に入りやすいからね。でもビタミン C を使って内服を飲んでるのに、一向にこの肝斑が動いてこないなって、薄くなってこないなって思った場合、ちょっと手法を変えてみる。それどうしたらいいかっていうと、ビタミン C のようなシミの色素を薄くするっていう、そういった考え方法じゃなくて、トランサミンっていうのはメラノサイトに刺激を与えると、それがねプラスミンっていう酵素の働きで、それがどんどんそのメラノサイトが刺激を受けて濃くなるんですね、色が。そのプラスミンを止めるっていう、抗プラスミン効果、要するにプラスミンに抗うですね。その効果がねあるのがトランサミンなんですね。このトランサミンは例えばですね、飲む方のトランサミンはちょっと飲みたくないなっていう人がいます。やっぱお薬に抵抗がある方とか、あと止血剤の役目を果たすってこともあって、今だったらなんかちょっと自分体質的に血栓ができやすい体質だったりとかすると、ちょっと止血剤はなみたいな風に思っていらっしゃる方も多いと思う。飲むのはちょっと私はあんまりっていう方もやっぱりいらっしゃるんですね。そういう方は飲む美白剤って言われているね、飲む日焼け止めとかの、要するにエルシステインだったり、それこそそのビタミン C だったり E だったりピクノジェノールだったり、そういった体の中から抗酸化の役目があるものとか、そういったものを飲みつつ、トランサミンじゃなくね、そういったものを飲みつつ肌の上からつけるもののトランサミンだったら全然大丈夫ですので、そういうものに一切影響を及ぼさないと言われてます。安心してお使いいただきます。つける方もビタミン C のようなもの、ハイドロキノンのようなもの、例えばプラセンタのようなもの、アルブチンもそうですよね、フラーレンもそうです。そういう美白効果のあるものと一種アプローチ方法が違うっていうのがトランサミンなんですよね。ビタミン C 関係がダメならトランサミンを使ってみる。これはやってみなきゃわからないです。何が当たるかわからないっていうのが乾板治療の難しいところ。よく観察して自分には何が向いてるのかなっていう、ちょっと実験するつもりでやってみるっていうのがね、大事ですね。そして極力刺激を抑える。触らない。洗う時もめっちゃ優しく、何か塗る時もめっちゃ優しく、こういう動きをさせないっていうね。こすらない。いつもここがねーとか、もうこれがねーってやるんですよ皆さん。もうこれ気になって気になっててもすごい刺激です。日差しを受けない。紫外線も脅威の刺激になります。ですのでしっかりと日焼け止めを塗る。これすごい大事です。もうほんと乾板の場合はとっても大事です。あとで化粧する時もこういう感じのね、化粧仕方ありますよね。あとこうふわーっと筆をガーってやるとか、こういったものもですね、全てね、この軽度な刺激の繰り返し、これが乾板を悪化させる非常に大きな要因になってきますので気をつけてください。おさらいします。乾板ができたとなると、フォトとかそういったものをする前にやってほしいことがあります。それは乾板にいいとされる、まず内服ですね。病院で処方してもらうっていう手もあります。それを飲みつつ、上からはビタミン C だったりとか、プラセンタだったり、フラーレン、アルブチン、手に入るんであればハイドロ機能最強ですよね。そういうものを美白剤として使っていく。その美白剤が仮に飲みながら使ってもですよ、色が変わらなければアプローチ方法を変えるとして、上から塗るトランサミンを使う。私のところでご紹介できるとすれば、リッチホワイトっていう製品があります。リッチホワイトっていうのがトランサミンです。リッチホワイトを使ってみる。どちらが効くかわからないから、まずは実験組んでそれをやってみるってことですね。お病院に行くならばフォトは当てない、乾板専用の機械を持っているお病院に行くっていうことがおすすめ。あとドクターにもしっかりと乾板についての治療としてご相談をするっていうことが大事です。あと闇雲にやって後からね、後悔しないように、もう焼き付いちゃったようになったら本当に取れないので、乾板ね、気をつけてください。というわけで今日はこの辺で、はい、では皆さんまた。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。